こんにちは、情報商材屋の皆さん、速稼塾の久保でございます。でこれからお見せする情報商材は、まあ、毎年ね、莫大数売れてるんですけども、まあ、あんまり人に好かれていない、しかもあんまり儲からないというね、不思議な情報商材でございます。ものすごく売れてるんだけども、これを手にしたい人の多くが稼げていないというようなね、不思議な情報を商材でございます。まず1つ目、数学1ですね。この情報商材、将来役に立つんですかって疑問を、ね、持った方がいると思いますけども、まあほとんどの方の役には立ちません。でもこれ一生懸命皆さん勉強するんですよね。何なんでしょうね。でしかもこの本よく売れてます。毎年売れてますね、これね、数学1と。次、物理基礎、一体何の役に立つんや。でも高校入ったらやりますよね。役に立ちません。この物理の教科書に出てきた公式エピソードいろいろありますけども、なんかね、誰かに自慢する知識として使う以外は使えません。しかも自慢した後必ず切られます。次、生物の基礎、これもやりましたね。キリンさんの首が長いのはなんでかなと。こうやってね、内臓がこういう風にできてます。興味ありますかね。これ医者になるんですか、あなたは。次、世界史、まあ趣味としては面白いんですけども、ただこの世界史を知ったからといって売り上げが上がるってことは、まああまりないかなと思いますよね。気があって新しいお客さんとの接点っていう部分でありますけども、こう書いてますよ、内陸アジア世界、東アジア世界の形成とか言ってね、遊牧民の社会と国家って書いてます。これ遊牧民なんて言葉年に何回使いますかね。これマチュピチュって出てますよ。興味ありますか。これね、一生懸命これ勉強しましたよね。ね、これよく売れてますよ、この本。これ一生懸命勉強した人儲かってますか。お金に困ってるでしょ、これ。次の情報商材は現代社会というやつですね。現代社会、何でしょうね。太平洋戦争ですかね。大日本帝国万歳でしょうか。私たちの生きる社会、資源エネルギー問題とか言ってね、書いてますけども、こうやって学校で教わることを、いくらね、資源エネルギー問題って言っても状況悪くなる一方でございます。で、社会に出ると癒着があったりとかね、裏金があったりとか、まあ資格紙面の世の中でございますよ。はい、あと2つぐらい紹介しましょうか。世界史 A ってやつですね。これはまあさっき紹介したからいいか。アジア太平洋地域と分割のロシアっていうのを勉強したそうです。高校時代、中学かな。でもこんなね、世の中のこといくら知っても、社会のこといくら知っても、世界のこといくら知っても、外交に行かないんだから、知ってもしょうがないですよ。はい、次、最後ですね。現代社会、国民の政治参加と地方自治、ね、でも実際こんなこと勉強してても予算委員会まともに見ることないでしょ、ね、予算委員会を見ている20代30代とか40代がいたら、まあほとんどね、無職である可能性が高いです。ご用心ください。ということで、情報商材こんなにいっぱいあるんですよ。で私これね、メルカリで全部で、あとね10冊ぐらいあるんですけど、全部で2000円ぐらいで買いました。高校卒業したかなんかの人がね、出してるんですよね。要するにこういうのはもうただ同然になってるってことなんですよ。じゃあね、ものすごく高値をつけてる情報商材っていうのがありますんで、それをちょっと紹介しましょうか。じゃあ、ナイトライダー2の漫画版でございます。これがね、定価が480円なんですよ。で二十数年前テレビ朝日から出てるんですね。でこれ40年ぐらい前かもしれません、出てるんですよ。今これね、480円の本なんですけども、今楽天で見るとなんと6610円プラス送料だそうです。なんとこんなもんがね、軽く私のかつての日当で買えるというか、日当出さないと買えないというね、このような形で情報っていうのはね、金額をいかようにも買えうるんですよね。特にあんまり売れてないものは高くなると、たくさん売れてるものは安くなるというね、こういうふうな不分率があります。まあ、ですんで、人気のない人が書いた本とか、人気のない人が言ったことっていうのは高くなる可能性がありますよね。でもトマベチさんみたいな有名人っていうのは結構本が売れてるんで、誰でも思ってるみたいな状況になって、もう二束三文になるというね、どちらかというとトマベチさんの方が多くの人に影響力を与えて、ものすごくこうね、大切なことを言ってるような気がしますけども、その情報はどんどん無料に近くなっているということなんですよね。で、かたやね、私もそうですけども、吉谷さんとかね、私がね、情報商材作るじゃないですか。なんか一個一個の単価高いんですよ。何なんでしょうね、これはね。無名な人間の方が高いものが売れて、有名な人は安くなるというね。
ですんで結論ね、私たちが有名な人とか影響力のある人に、ね、勝とうと思ったら、ここなんですよね。単価を高くできるというところですよね。例えばね、その友部さんはともかくですよ、どっかの有名人、明石家さんまさんとかでいいや、明石家さんまさんが情報商材30万円とか50万円で売ったらどうですかね、売れますかね。多分袋叩きになって終わりですよね。でもね、私たちとかね、ニュースタイさんとか、それからこの動画を見てる人が情報商材30万50万で売っても、まあ売れる割には叩かれないと思うんですよ。まあそう考えていくと、やっぱりね、ビジネスするならその情報のやり取りがいいんじゃないかなと思いますよね。で、情報のやり取りっていうとちょっと分かりにくいんですけども、要するにね、考え方とか気づきとか、それから思考を販売するって感じです。しかもその思考っていうのは全人類に共通するわけでもなく、歴史上残るものでもなくてもいいんですよ。一人の少数意見なんですよ。本当は私が個人的に思うこととか、あなたが個人的に思うこととかね、その偏見とかね、独断ってものが、なるほどそんな考え方があるのか、これは興味深いなって形で共感する人が現れて高値で売れるということなんですよね。ですのでね、共通認識は高値で売れないんですよ。常識的な発想っていうのは高値で売れないんですよね。そう考えていくと、自分と社会とのズレを感じる人ほど、たくさん儲かる可能性があるんじゃないですかね。会社勤めがどうもしっくりこないなって人は、高い商品を売る可能性を秘めてるわけなんですよ。で、逆に会社勤めがものすごくしっくりいく人って、多分ね、その人の思考って、同僚の方も上司の方も部下の人も当たり前に持ってる思考なんで、あんまり高く売れないんじゃないかなと思っちゃいますけどね。ということで、情報商材というテーマで、ちょっと話してみました。いってらっしゃい。